はいどうも百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。加熱防止機能搭載充電通信用ケーブル。ダイソーに行ったらですね、ちょっと新しいケーブル売ってたのでちょっと気になって買ってみました。どちらもね税込み220円の商品なんですけど、どちらもねタイプ C の1メーターのケーブルになります。オレンジのこっちのパッケージのものがタイプ C のタイプ C で、まあ、PD 対応の最大 60W ですね。はい。で、こっち、緑のパッケージの方がタイプ C とタイプ A なんですね。こちらは高出力対応の最大 3A ということで、どちらもタイプ C に接続する機器向けの、まあ、ケーブルですね。これがまあ200円っていう、まあ、結構お手頃な価格で販売されてたので、まあ、ちょっとどんなものか買ってみました。どちらも強靭タイプということで、折り曲げ、抜き差しに強く、断線しにくい、高耐久構造という風になってます。で、これどちらもね、磁気研究所さんの商品になります。ということでね、まあ、加熱、書いてあります。加熱防止機能搭載ということで、タイプ C 片側、コネクタ内部が黒色に搭載された温度保護素子によって、異常加熱を検知し事故が起きる前に充電を停止しますということです。だからどこかねケーブルに対応のねものがついてます。これどっちも同じですね。はい。だからタイプ C 側ということなので、まあこれ CC なんでね、こっちだとちょっと後でね中開けて実際どんな感じか見てみようかなと思います。まずはこっちの C の方ね開けてみますね。借金どちらもねタイプ C になってまして、あとねケーブルのね形状としたらパッと見は特にわからない。まあこっちこういう形のねコネクターのこう付け根のとこも保護されてますし、ケーブル自体もこういう風な感じで編み込まれた感じのカバーがついたケーブルになってるので、まあ断線もしにくいかなという風に思います。でこれがね多分、見比べるとこっちがね、黒いんですよ。こちら側白いでしょ。なので、この加熱防止機能っていうのは、コネクターの内部が黒い方ということですので、こちらについてる形ですね。いや、ここが、まあ、熱く熱を感知したら、充電が自動で止まるということのようです。これが、まあ、1メーターのケーブルですね。CC、タイプ C、タイプ C。こういうケーブル。で、まあ、もう一つのね、タイプ A とタイプ C、こっちも受けてみましたが、こっちはもう分かりやすいですね。タイプ C の方がもう黒いんで、もうC の方は一つしかないので、これは分かりやすいかなと思います。今こんな感じに、両方ともね、あとはコネクターとかはもう一緒ですね。ケーブルの形状とか。なのでまあ、タイプ C は一緒ですけど、その先のコネクターがね、タイプ C とタイプ A のものと、分かれてるということになっております。じゃあちょっとね、充電ケーブルを挿してみましょうか。うちのね、ちょっとね、いつも言ってるんですけど、タイプ C の機器っていうのが基本的にうちにはほとんどないので、まあ今ある iPad ぐらいですね。なんで、まあちょっとそちらに充電しながら、ちょっと確認をしてみようかなと思います。こちらのいつものね、計測器。これを使ってまず試してみようと思うんで、まあアダプターに接続して、この状態で、こっちタイプ C なんでね、これで、実際に計測してみようと思います。まず CC の方のね、ケーブルを使って試してみますね。こちらのケーブルです。CC のですね。でじゃあ、ちょっとこちらにね、ちょっと充電がだいぶ少なくなってる iPad なので、こちらに接続してみました。するとですね、数値的には充電が、まあ今、8.94V の 0.5A、まあ 5W っていうところですか。こんな感じの数値が今出てますね。この今 iPad 自体はね、60% ぐらいの充電になってます。だんだん増えてきてますね。充電の方。まあこのあたりは多分制御がかかってるからとか、いろいろあるんでしょう。今見てる感じだと、8V の 2A 18W っていう形で充電がされているようですね。では、こちらケーブルを次ね、A タイプの方
ね、タイプ A とタイプ C の方ね、こちらのケーブルに切り替えてみます。こっちのケーブルに挿してみますね。するとですね、今これタイプ A とタイプ C のケーブル使って充電してます、こちらのパッケージのものね、そうすると、うん、4.8V の、まあ、1A、まあ、4.5W ってところですか。どうなのかな、こちらだと一応ね、最大 5V3A とはなってるんですけど、そうですね、こちらのタイプ A とタイプ C のタイプ、こっちに関してはここにも製品仕様があるんですけども、最大 5V3A ですけど PD 非対応ですというものですね。そうですね、 5V 近くは出てるんですけど、ちょっとアンペア数が少ないかな。はい、アダプター自体はね、ちょ PD 対応のものにはなってるんで、出力的には高いはずなんですけど、うん、なんでだろうか、なんか数字が低いですね。ちょっともう一回変えてみます。まあでも同じ系統のねアダプターで試してはいるんですけど、タイプ C タイプ A 一つずつついたタイプのねアダプターに今接続してます。なので、まあ、そこで一つずつにね接続はしてるんで、そうですね、こちらだと 15W ぐらいの、まあ、出力というか出てますかね。こっちが今ね、タイプ C、タイプ C の方、CC の方のケーブル使ってるんですけど、これだとでも最大 20V の 3A。まあちょっとね、多分制御の方も入っての数値にはなってるのかな。まあこのちょっと iPad だと今こういう数値が出てますね。あとね、うちでタイプ C のものってあるのか？これを直接挿して、そうですね。数値的にはやっぱり今みたいな数値です。iPad に今、60% ぐらいの、まあ、充電状況の iPad に接続した時の数値って感じですね。まあでもやっぱりね、数値的には価格は同じですけど、やっぱりタイプ A、タイプ C、挿すところによってやっぱりこのね、PD 対応の出力 60W とか、ね、こっちの指向出力対応とかいろいろありますけど、やっぱ PD に対応してるこっちの CC のね、ケーブルの方が、数値としてはやっぱ上なのかなというところですね。そんなところですかね。このケーブルがね、まあ、お手頃価格だとは思うんですよ。1メーターですけど、ね、200円なんでどちらも。それでまあ、これだけしっかりしたね、こういう断線防止のタイプといいますか。価格から考えても、これはなかなかいいんじゃないでしょうかね。はい。だからまあタイプ C の機器を使ってる方、スマホにしろ、タブレットにしろね。そういった方にはこういうのはいいんじゃないですかね。うちの場合はもうメインがね、やっぱまだiPhone も iPad もライトニングが多いんで、まあメインというかね、iPad はまあこちらに1個あるんで、タイプ C の機器ありますけど、iPhone に関してはもうずっと使ったまんまなんでね、まだライトニングの状態ですから、うん、そういう意味では、まあでもただやっぱりこのこっち側ですかね、タイプ A のタイプっていうのはやっぱちょっとパワーが不足してきてるのかなというふうには感じますね。同じようなね充電器 AC アダプターを通して試してみてもやっぱ数値が全然違うので、まあ、コネクターも極力全部タイプ C が一番いいのかなというふうには今感じました。ということでですね、まずこちらのタイプ C タイプ C ねCC のケーブル、こちらのオレンジのパッケージのものね、これは PD 対応の最大 60W ということで、ジャンコードこちらになります。で、まあこちらのねタイプ A とタイプ C のタイプね、はい、この緑のパッケージのもの、こちら高出力対応で、まあ、3A までってことですね。ジャンコードはこちらです。ちょっとね残念ながらこの加熱防止機能っていうのに対して実験ができない。うん。なんせ、異常加熱した際に止まるなんでね、そこまで本当に異常加熱する状況っていうのを作るのがちょっと、はい、難しいかなと思いますので、まあ、ここに関してはもうメーカーさんのね、記載を信じるしかないのかなと思いますが、まあでもそれで200円でこのケーブルの方がね、購入できますので、これはまあ、値段からしてもコスパいいケーブルではないでしょうかというところですね。
こちらどちらもダイソーの方で販売されておりましたので、まあ、気になる方はダイソーの方チェックしてみてください。ということで今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。